音祖文字の歴史。音祖文字の歴史は、文字の歴史の始まりから千年以上も下った古代、エジプトに始まる。紀元前2000年頃に、初めて独立した、音祖文字が出現した。これは、エジプトのセム人労働者が言語を表現するのに、使ったもので、エジプトヒエログリフの標音的な部分から派生した、ものだった、ワディエルホル文字と原始内文字参照。今日の音祖文字のほとんどは、 この文字体系の直径の末裔、例えばギリシア文字、ラテン文字などであるか、少なくともそれらのアルファベットに影響を受けて生まれて変化したものである。紀元前4000年期後半までに不動の地位を確立した文字体系は、シュメール、アッカド、バビロニアの設計文字とエジプトのヒエログリフ系文字くらいで、その地位を脅かすような文字体系はなかった。 この二つの文字体系は千年にわたって使われ続けた。設計文字は各地に広まったが、中でも特筆すべきは交易路を通じて、地中海沿岸地域に伝わったものと、西方のユーフラテスに伝わったものである。紀元前三千年期から紀元前二千年期にかけて、設計文字は様々な言語に適応していったが、エジプト人らの表記体系が他の言語で使われるとはなかったようである。 この頃クレタでは、レバントの後期制動期時代に入っており、千文字 A や千文字 B が起こっていた。紀元前2700年頃の古代エジプト人は、自身の言語のシ音一つ一つを表せる22の文字を作り出していた。そしてこれらは、紀元前23世紀には、五頭や五末の母音をも表せるようになっていたらい、これらの文字を、標語文字の読みを助けたり、 文法的な屈折を表現するのに用いたほか、後には借用語や違法の名前を恩謝するのにも用いた。この表記体系は音祖文字の性格を帯びていたわけだが、音祖文字だけで表記することはなかった。最初の独立した音祖文字体系は、紀元前2000年前後にエジプト中部のセム人労働者が作り出しいたと考えられる。5世紀にわたってこれは北方へと広まり、 世界中の様々な音素文字がここから生じた。また、こうして生まれた文字体系のいずれかに影響を受けて生じたものもある。ただし、メロ絵文字は例外であるかもしれない。これは、紀元前三世紀にヌビアのヒエログリフがエジプト南部で適用を遂げたものである。エジプト人はピクトグラムをトーン法によって、それぞれの文字の表す語の最初の音を表すものとして、 用いた。このことが音祖文字の発展の第一歩となった。ただし、エジプト人たちは、そのような文字を等音による死音文字体系としてだけでなく、表意的あるいは音節的な用途にも用いていたので、この段階ではまだ音祖文字が誕生していたとは言えな。しかし、ここでは、エジプト人の等音法の原理が原始ない文字や、原可かな文字の秘文に影響を与えていると考えている。 原子内文字と見られる碑文が、市内半島にあるトルコ石採掘共同体であったサラービートル・ハーディムで見つかっている。最初の記録は、紀元前6世紀の探検家、アレキサンドリアのコスマスによるものである。考古学者のフリンダーズ・ペトリは1905年、古代エジプト期のトルコ石採掘庫を発掘していた際にサラービートル・ハーディムであるスフィンクス像を発見した。 このスフィンクス像は現在では、紀元前1500年頃のものと考えられている。スフィンクス像の片面に碑文があり、前足の間からもう一方の面にかけては、翻訳されたエジプトヒエログリフがある。これらの碑文を原始内文字としている。ペトリは、この文字資料に含まれる記号は32ミとないので、音素文字である可能性があると考えた。また、書かれている言語がセム語である。 可能性もあると考えた。この採掘港地域では、カナン、現在のレバノンとイスラエルにあたるから来た、セム人が、ファラオの命によって、作業に従事していた。1915年、エジプト学者のアランガーディナーとなる。バーラとは、市内地方での女神、ハトホルのセム語での呼び名で、女主人を意味する。スフィンクス像に続いて、イスラエルとレバノンでなされた発見によれば、 音差文字を発明したのがフェニキア語やヘブライ語の祖にあたるを話していたとカナン人であったことが伺える。カナン人はクレタ人、ヒッタイト人、エジプト人、バビロニア人のそれぞれの帝国を行き来して交易をしていた。カナン人は既存の表記体系にとらわれずにより早く書け、たやすく学べ曖昧さのない文字体系を求めた。アンドリュー・ロビンソンは 証明はされていないもののあり得ることとして、カナン人が最初の音叉文字を想像したと書いている。考古学者のジョン・ダーネルとデブラ・ダーネルは、エジプト西部の砂漠地帯の街道沿いで二つの碑文を発見した。これらの碑文は、標音的な文字で表記されているものとしては最初期のものである。文字の字型が表すものには、古代エジプト元セム語を読める人々にとっては、 馴染み深いものも見られる。エジプトの青銅器時代中期の文字体系は、未だ完全に解読されていない。とはいえ、これらの文字体系は、少なくとも、部分的に、おそらく完全に音素的な文字体系のようである。最古の例は、エジプト中部で見つかった、紀元前1800年頃のグラフィティ、落書き、である。このセム系文字は、エジプト語の新記号にとどまらず、 他のエジプトヒエログリフもいくつか取り入れていて、おそらく全部で三十文字ほどになる。また、字にセム語の呼び名がついている。例を挙げると、ヒエログリフのパー、エジプト語で、家が、ベイト、セム語で、家となっている。ただ、これで、セム語を表記するときに、それぞれの字型が、等音法の原則によって、呼び名最初の子音だけを表す純粋に音素的な文字体系であったのか。 または、祖先のヒエログリフのように複数の死音の連なりや、さらには語も表すことがあったのか、については、はっきりしていない。例えば、家の字型で、B だけを表していた、ベイと家の B のかもしれないし、死音、B と死音の連なりビットの両方を表せた、エジプト語で、小字型が、P と PR の両方を表し得たようにのかも、しれない。ともあれ、この文字体系から、 カナンの文字体系が派生する過程で、もっぱら音素だけを表すものとなり、もともと家を表していたヒエログリフが B だけを表すものとなった。原カナン文字のまとまった碑文が2つ、エジプト南部にある王妃の谷の北方のワディエルホルで発見されている。これらの碑文に含まれる多くの字の形は、エジプトの文字の形に非常に近いまたはそっくりで、 初期のシーン文字体系とエジプトの表記体系とのつながりにさらなる確証を与えるものである。ゴールドン・ジェイ・ファミルトンによれば、これらの秘文はオンソ文字発祥の地がまさにエジプトであるということを示す傍証にもなるという。シリアの北海岸のウガリと現在のラスシャ村の地で、原始内文字の時代の後の紀元前14世紀頃にはオンソ文字が存在していたという。 確かな証拠が見つかっている。ここで発見されたバビロニアの粘土板には線を越す設計文字の記号が刻まれている。この記号はバビロニア語のものではなく、文字の異なりはわずか三十である。およそ十二の粘土板には記号の一覧がある順序で刻まれており、この記号の順序はアラム文字、フェニキア文字、アラビア文字、ヘブライ文字で伝統的に行われていたものと、 ほぼ一致する。フェニキア文字は、早くも、紀元前15世紀には、ビブロスで使われていたが、22の字からなっており、母音を表記しなかった。フェニキア文字は、北セム文字から発展したもので、字の形だけが変化している。フェニキア文字は、フェニキア商人の手によって、急速に広まり、地中海沿岸地域にまで達した。時を経て、 フェニキア文字からは主要な三つの音祖文字が生まれる。ギリシア文字、ヘブライ文字、アラビア文字である。この原ナ南文字は、エジプト語の原型と同様、死因のみを表記するアブジャドと呼ばれる文字体系である。これまでに使われたことのある音祖文字のほとんどすべてが、その起源をたどると、フェニキア文字、カナ南文字の初期の形態に行き着く。アラム文字は、紀元前七世紀に、 フェニキア文字から発展してきたもので、ペルシア帝国の公用の文字体系ともなった。これは、近東からアジアにかけて使われている、現代の音素文字ほとんどすべてのであるようだ。古代のある時期に、ギリシア人らは、フェニキア人の文字体系を借用して、自身のものとした。フェニキア文字をギリシアにもたらした功績はしばしば、フェニキア人のカドモスに返せられ、また、 ギリシア文字はフェニキア文字の影響で生まれたものであるため、phonica.org e n i c i a. によれば、フェニキア文字は西洋のあらゆる音素文字の素であるという。フェニキアに暮らすギリシア人らが文字を借用し、ギリシアで使われるようになったというのはあり得ることである。ギリシア文字の字はフェニキア文字と同じ呼び名を持ち、両者の順序も同じである。しかし、 ギリシア人はこの文字体系をアルファベットに変えた。ギリシア語は、インドヨーロッパ語族に属し、セム書語、アラビア語、フェニキア語、ヘブライ語などと比べると、母音により重きを置くからである。このアルファベットでは、いくらか異なる2種の編集が発展した。一つは、西方ギリシア文字と呼ばれるもので、アテネより西とイタリア南部で使われた。もう一つの編集は、 東方ギリシア文字と呼ばれるもので、現在のトルコで、またアテネで使われ、ついには他のギリシア語を話すすべての地域でこの編集が使われるようになった。もともとの文字は右から左へ書く横書きであったが、ギリシア人らは左から右に文字を書くようになり、右から左に書いていたフェニキア人らとは逆になった。フェニキア文字はアラム文字の他にギリシア文字やティフナグ文字、 ベルベル語の文字体系をも生み出した。エジプト語、ベルベル語、セム語では、母音に独立した文字があると書いて読みづらくなったことだろうが、ギリシア語は形態的に大きく異なっており、母音文字がないのは不都合だった。しかしこれは単純な方法で解決された。フェニキア文字の字の呼び名は、死音で始まっており、この死音がその字の表す音になった。だが、 その中にはかなり優勢音で、ギリシア人には発音できないようなものもあったから、若干の字の初めには母音をつけて発音するようになった。この体系の基礎である、当音法の原理によって、その文字は母音を表すものになったのである。例えば、ギリシア人は、正門閉鎖音や H 音を使えなかったので、フェニキア文字のアリップ及びヒーは、ギリシア文字のアルファ及び E。 あとにエプシロンと呼び名が変わるとなり、お呼びではなく、お呼びの母音を表すことになった。これによって調達できた母音はギリシア語の12の母音のうち6個だけだったので、ギリシア人は次に二重音字を作ったり字を変形したりした。例えば A、OU、O のようなものである、最後のものはオメガとなった。文字がないことに目をつぶることにしたものもある。超音の A、I、U がそうである。 そして、ギリシア文字は、現代ヨーロッパのすべての文字体系の起源となった。ギリシア語の初期西部方言のアルファベットでは、イータが H のままとなり、古代イタリア文字や、種々のラテン系文字を生み出した。東部方言では、イータは H ではなく、母音を表し、東ギリシア型アルファベットから派生した現代ギリシア文字、その他の文字体系でも、母音のままである。こういった、 文字体系には、グラゴル文字、キリル文字、アルメニア文字、コート文字、ただし、キリシア文字とラテン系文字の両方から文字を取っているが、ある。そしておそらく、グルジア文字もそうである。以上の解説によれば、文字体系の発展は、感染的に進んだかのようだが、実際はもっと複雑である。例えば、満州文字は、西アジアのアブジャドから生じたものだが、 朝鮮語のハングルからも影響を受けている。そしてこのハングルは、系統上は孤立している、従来の見方か、または、南アジアのアブギラから生じたものである。グルジア文字は、アラム系文字から生じたものだが、その着想には、ギリシア文字の影響が強く見られる。ギリシア文字は、その起源を、最初のセム語アブジャドから、エジプトヒエログリフにまでそことができるが、後に、 コプト文字でエジプト語を表記する際に、エジプト民衆書体を数文字取り入れている。さらに、クリー文字、アブギダの例がある。これは、デーバナーガリーとピットマン式速記の根性であるが、後者は、系統上は孤立しているとはいえ、その起源は、ラテン文字の筆記体に遡れそうである。原始内文字については、字の数も、その順序も分かっていない。その末裔たち、 ウガリト文字には27のシーンアザ、南アラビア文字には29の字があり、フェニキア文字では22字に減った。これらの文字体系の字の順序には2種類ある。フェニキア文字ではアブグダの順、南アラビア文字では HMLQ の順だった。ウガリト文字は両方の順序を保持していた。それぞれの文字体系から発展した文字体系でも、 この順序が驚くほどよく保たれていることが分かっている。字の呼び名はフェニキア文字から発展した種字の文字体系でよく保たれていることが分かっている。このような文字体系としてはサマリア文字、アラム文字、シリア文字、ヘブライ文字、キリシア文字などがある。しかしアラビア文字とラテン文字では呼び名が変わってしまっている。字の順序はラテン文字、アルメニア文字、コート文字、 キリル文字では、いくらか保たれているが、ブラーフミー文字、ルーン文字、アラビア文字では変わってしまっている。アラビア文字では、伝統的なアブジャディ順が残っていたり、再び使われるようになることもある。下表に、フェニキア文字とそれから発展した、いくつかの文字体系の概要を示す。これら22の子音は、北西、セム語の音韻を表している。 原子内文字で再建されたシーンのうち、7つは、なくなっている。葉摩擦音、無性側面摩擦音、有性郊外水摩擦音である。また、無性郊外水摩擦音と、無性陰頭摩擦音の区別がなくなり、カナン文字ではに統合されている。アラビア文字では、これらを表す、字形上の編集が6つ加わっている、を除く。これは、 ゲーズ文字ではという独立した音素として残っている。加わったのは、現用されている音素文字で、時系から起源を、カナン文字にたどれないものとしては、ターナ文字がある。この文字体系は、明らかにアラビア文字その他の実在の音素文字に反を取っているが、字をそれらの文字体系の数字から取っているという得意なものである。1920年代に、 ソマリ語のために考案されたオスマニア文字は、ソマリアでは1972年まで、ラテン文字とともに公用の文字体系あったが、死因の字型は全くの独創によるもののようである。今日では、公的に用いられない文字体系の中にも、字形上は孤立しているものが若干ある。中音符号は、漢字から派生した表音文字である。インド東部のオルチキ文字は、 危険、集会所などの伝統的な記号や、独自に作り出されたピクトグラムを元にしているようである、オルチキ文字での字の呼び名は、かつて現れた音差文字と同様、それが表すものと音とが、等音法の原理で関連付けられているが、字が表す、名前の終わりのシーンや母音となる。ル、コブは、E を、エンッコクは、N を表す。古代世界では、刻み目で文字を表す。 拝む文字もあった。また、古代ペルシア帝国の碑文は、音祖だけを表す、設計文字の文字体系で記された。その字型は、特別に作られたもののようである。これらの体系はいずれも、時系上は、世界の他の音祖文字から孤立しているが、それら先行する体系を参考に考案されたもので、ある。初期媒体の移行によって、時に、字型が、 全く異なるものになったり、関連を辿ることが困難になったりする。例えば、設計文字のうがりと文字が、セムジンのアブジャドから派生したことは、直には明らかでないが、それが実際に起こったことであろう。また、指文字は、様々な言語の手書き文字の形から直接生まれた、ものである、イギリス紙文字、米国は、デーバナーガディの字形から、それぞれ生まれている。しかし、展示。 腕木通信、手端信号、モールス符号では字型に何の関連性もない。例えば、英語展示や腕木通信の字は、ラテン文字のアルファベット順から決められたが、字そのものの形は関係ない。現代速記も字型に関連性がないようだ。ラテン文字から派生したものであっても、その質字を字形から辿ることはできなくなってしまっている。日本語での文字体系の故障や、 用語の表記は原則として以下によった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。